はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムーンです。さあ、ちょっと前に、はい、構築済みデッキ対決第6弾なんてやりましたけど、はい、まあ、前回はね、なんだっけ、ドラゴンと、はい、バンプを使ったと、はいはい、まだまだいるぞと。またやるんですか？またやりましょうよ。だから、ドラゴンバンプ以外でなんかいいのはあるかなと思って。私はもうこのウィッチがおすすめでございますよ。見てください、カイビアク。おー、まあまあまあ、カイビアクいいっすけど、はい、マナーカーブ大丈夫ですか？マナーカーブね、カイビアクなのに7が0なんですね。あ、大丈夫ですか？はい、ね、ソロモンの魔術のソロモンがね、ソロモンの指輪ってやつをね、それが残す加えてくれるんで、まだこれ、こっから出すよってことなんでしょうけどね。え、それ使うんすか？そうだな、これ使うんすか？これ使おうかな。あ、ほんと？あ、じゃあ何使っても勝てんじゃないかな、これ、ね、あ、そんな感じ。なんか、じゃあ、Bショップ使おうかな。Bショップ？リモニウムで。リモニウム強いね。ヘブンリーイージスですよ。ああ、確かに。確かに出るやつ。ヘクターもいてさ。はい。どう？レジェンドはヘクターと。あと何これ、聖獣の楽園。楽園の聖獣。これはあれですね。これね、ババです、ババ。エンハンス4で1コス以下の、コスト1以下のフォローをランダムに2枚自分のデッキから出すって言ってるんですけど。これだから、ババです、ババ。引いたら、あ、なるほどですね。無です、無。無。無です。まあ1体は出るよって。そう、ね、1体は楽園の聖獣から、楽園の聖獣が1体出るよと。で、楽園の聖獣が2枚加わって、まあこんな感じで、はいはい、なんだろうね、不思議なやつがある。じゃあこれ君使えなよ。どう使う？おお、これ君な。俺じゃ あ、ババが2枚入ってるけど、俺ウィッチな。俺ウィッチ、はい、はい。さあ始まりました、はい。構築済みデッキ第6弾対決2回目ということでですね、はい。お互い、構築済みデッキの第6弾の中から、はい、好きなデッキを選んで、カッコバンプとドラゴン以外んで、どれかを選んでお互いそのまんまのデッキでやりましょうよってことなんですけど。そうですね。いや、どうしよっかなこれ。はあ、めっちゃ迷うなこれ。あら、まあ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 、まあ、どうしよっか。ああそう。さあ、私はね、開闢デッキなんでね、はい、なるべくいろんなカードを使っていきたい。まあ目指してください、頑張って。はい、おー、まあ、これラッキーだよ、まあ、これ終わってますからね。このコストラッキーだよ、ね、だってこれあれで2枚しかないんだよ、これ。なるほどね。このコストのカード、これ引けたのラッキーよ。ほんもね、まあ早速外れババですね、ババ引いて楽園の聖獣がやってきた、はい、ババ引きました。ああー、もう来たのかい。はい、誰がいやいや、まあいいのにっていう感じのキャラが、ね、はい、いいのに。あ、聖獣の誓い、これは、はい、あれですか、デッキに聖獣の誓いが生で入ってる感じですかね。見て見て、聖獣デッキだからこれ。あ、本当だ、聖獣と聖獣じゃん。聖獣と聖獣で、おめ、それだけのつながりのためにこれを入れたのか。あ、多分な。ひどいな。コストもあれだしな。ウィズダムコアかな。おお、3ターン目コア微妙に先行。3ターン目コアはちょっときつい動きだな。そうなんだよね。だったらこっちかな。だったらこっちだな。えい、はい、エレノです。あ、まあ手札によるけど、そっちではまあ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 、そう、手札がね、まあまあまあ、もちろん、ね、手札があれなんで。はあ、なんだお前マジ、置くこいつこいつ置くか。殴られた。こいつ置くか、置く君。うん、じゃあ置いてあげよう。マシンファルコン、マシンファルコンがやってきたね。単独マシンファルコンだ。マシンファルコンがやってきたか。あー、まあまあまあ、うん、どうしようかな。ちょっと重いな。まあ、ちょろちょろ聖獣がデッキにね。まあそうね、でも厄介なんでちょっと倒しますわ。あ、倒します、はい、すごいな、両方倒してくんだね。両方倒しますね、これはね。あ、そう、まあいったな、どうしようかな。なるほど。さあ、トラが出てきてしまった。トラが出てきた。こうですね。あ、つえ、あ、それつえ、ちょうどいい、それ強っ。これ強いね、やっぱね。単純にこいつ強いもんね。マジで強い、それ。困ってくれると嬉しい。めちゃくちゃ困ってますね、これですね。そうですね、はい。いや、本当は本来この使い方じゃないんだけどね。多分こいつに打つもんなんだけどね。なんだ、ああさあどうしようかな。どうしようかな、これ迷うね。いや、参ったぞこれ。こうしてこいつ置いてエンドですね。ユニコーンナイト、はい、エフェメラ、うわ強い。これマジックミサイルとか来ねえのか。
マジックミサイル来た。マジックミサイル来た。さあどこに撃つ？迷う。迷うね。いやー死んでくれ、ビビラごめんよ。ユニコーンナイトじゃない？ユニコーンナイトではないかな。あそう。うん、まあ01だからな。取りやすいよな、なんでもな。はい、エンドで。エンド？はい。まあちょっとね。エンド？はい、よくはない。あそう。あリモニウム来ちゃったね。あリモニウム来たよ。リモニウムやってきたね。さすがに来るよ。ここ来たらやってきたね、リモニウム。進化もしたね。そろそろリモニウム来るよ。ただ進化だもんこれ。はい、シュイーンとね。やべ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 。攻撃していない状態ならじゃあ攻撃しよう。ああなるほどね、関係ねえからな。あうわよくわかんない、煽りもいただいて。いやこれ辛い動きをしなきゃいけない。いや、うん、いやこっちだな。やだやだこの動き、マジでマジ言ってんの。もう強信者、ああそいつに木が打ってってことね。そうそうそう、はい、お進化。いやだってウィズダムコア、ウィズダムコア割らなきゃいけないんだ俺は。そう進化して、ウィズダムコアを割る用事があるんだよ。割る用事があるの？はい、割る用事があるんですね。なんで、まあ、インフォースなんか使うのか。いや使わないよね。いや用事ねえじゃん別に。いや用事あるんだ見てろって。ここにこう打つんだよ。ああ、なるほどなるほどなるほど、はい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 、納得ですね。でもさすがに、さすがに安息の強信者は取る。ああ、やっと取ってくれるよね。ああ、どうしようかな、俺。面倒が臭いな、畜生。面倒が臭いと言われてしまったな。これじゃ上から取れないか。あー結構ね、いいスタッツだよね。いいスタッツだね。に使うかこれ。ユニコーンナイトもいいスタッツだね。1、3ってのがな。そうなんだよね。微妙だな。うん、進化使うか。なんかもったいない使い方だな、でもこれ。進化3つ余ってるからね。進化の使い方。あと1回。うーわーなんだこいつ。なんだこいつ。マシンファルコン。あそれでじゃあ美味しくいけるんだ。うん、そうです。まあ進化がもったいないけどな、もともと突進持ってるから。はいはいはい、気持ちはわかる。それはちょっともったいないが、俺が熱っつな。熱ぇー、しょうがなしね、顔一点。これはつぇー、いや、エンドですね。まいったな。鉄鋼の翼人強いね。こいつ意外と強いね、5コス4コ。そうな、突進はなかなか強いわ。まあこうだろうな、まずこうしてマジミサー。ああなるほど、こうしてチエピか。あー君のパターンもあるのか。いやこっちだな、こっちだな。モニカ、モニカちゃんね。これで2点こっちに入るんで。あーはい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 、いやらしい動きよ。さあこれでまあ1、3のやつ取っといてエンドっすかね。なるほど。いやーやだね、モーラが殺されようものならちょっとね、次からタダで進化しできるんで。なるほどな、じゃあまずこうですね。はい、さようなら。そしてこうですね。あつれー、あつれー、はい、はい、こうでこうですね。はい、エンドです。どうすればいいんだ。辛いと叫んでくれ。どうすればいいんだ。え、パニクってるね。待ってな、進化圏が復活することが前提だったかな。さあまだこっちは2残ってんだな。はあはあ、はいはい、ウィズダムコアエンド、ウィズダムコアエンド。うわ超辛い動き。ただ進化圏回復したか。なるほどね、辛いよ、正直辛いよ。どうしよう、参ったなー、ビッグソニア。あー強いねー。あら強いですね。あ強いんだよこいつ。強いですねー。あー強い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 よ、うん、ビッグソニア。そう、そしてねこいつも出ます。あマジかマジか。あそうマジっすよ。はい、エンドです。いや頑張れ頑張れ俺。いやどうにかしてみんしゃい。いやーつえ。どうにかしてみんしゃい。いやーつえこれは。さあソニーは悪撃でも死なんぞ。そうなんだよね、ダメージでしか死なんからな。それはやだよ、うん、まあいったらどうしようかな。選択もできないのか。
選択できない、破壊されない、強ー、強いんだけど、ソニーは強いね。おー、びっくりしてます、うん、単純に強い。私マジでびっくりしてます。俺もびっくりしてます。こんな強かったか君。対象にならない、強いな。対象にならない、破壊されない、クラーク、はい、開脈、クラーク、開脈。今20コス使ったね君ね。まあまあまあ、そういうこともありよ。20コス使ったね。で、マジミサ、はいはい、プロダクトマシンかな。で、ボリューム加わるよ。悪撃、悪撃は来てたまったんで、これで突破できるでしょう。できる、ギリギリ。結構殺意高いね。おー、よいしょ。ギリギリだな、お前も。ギリギリだね。あ、お前もギリギリ、ギリギリ突破だったな。痛み分けか、よいしょ。つれ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 、知恵ピカ、知恵ピカ。あー、なるほどね。すごいすごいクラークの出し方した。確かに、うん、ただ23を出したいという気持ちだけで、気持ちでいった、うん、あー、なるほどなるほどなるほど。まあリモニウム、やばいやばいのが来る。お疲れ様でした。やばいのが来る、ね、はい、いけないのが来た。ケブン・リー、いけないのが来てしまった。やっちゃいけないのが来た。やっちゃいけないのが来た。いやー、久々、この我々の特別ルール対戦で久々ですね。チッス、ヘブンリーです、はい、俺らが平和な平和な戦いを平和な戦いを行っているというのに。さあ、ヘブンリーさんが来たね。来てしまったね。来てしまったね。さあ、どうすんだい。ほんとだよ。どうにかできるのかい。俺どうすんのこれ。知らない。俺どうすればいい、これ。さすがに知らない、知らない。まあこうでしょうね。あ、こうでしょうね。あ、魔術の一部、顔、あ、顔じゃない、顔に打たない。まあこうでしょうね。クラーク、あー、まあこうでしょうね。顔に打たない。いや待てよ。なるほどね。いや待てよ、ほんとか、ほんとか。ヘブンのリーさんがいるんだね。いや無理だなこれ。こうだろう。ほう、あー、術式、顔、あー、こうだろう、はい、お、強心者、こうだろう、テトラ、いや、こうですね。なるほど。いやこれはもうヘクターでも負けだし、なんか2点アップされたらもう、あ、いや、アップはしないです。なるほど。アップはしないし、このターン君は死なないです。やったー、 あー、まだ勝ちの目が、 いや勝ちの目ねえなこれ。死なないです。どうしようかなって感じ。結果これ、あー、どうしよう、ちょっと待って、ね、いや、まあさすがにいけると思うんだよ。さすがにいける、はいはいはい、なぜならこいつがいるから。あー、 なぜならこいつがいるから、うん、いけるとは思うんですがね、こいつもいるしね。あー、リモニウムで出たか。しかもこれはリモニウムに進化を使おうかな。あー、やばい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 、リモニウムに進化使えば、いや、もうこう、あの、すべての目を立っていくよ。あー、なるほどですね。もうね、何の容赦もしないからね。はい、オッケーです。はぁ、はぁ、これ構築済みデッキのバカね。これはね、なかなか、まだ俺ね、諦めちゃいないんだ。いや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 、まあ出たところでだよ。まだ俺は諦めちゃいない。出たところでだよ。あと5と7かじゃ大丈夫。諦めちゃいないんだ俺は。お、早くするね。みんな、みんな、俺に力を貸してくれ。俺に力を貸してくれ。おらー。いや、待て、いけー、弱めちゃめちゃ回復したじゃん。あー、でも待ってよ、まあ、回復したんで、これ回復したんで、いけんじゃないですかこれ。いや、リーサルですね。まあそうだね。あー、気がつきました。お疲れっす。はい、お疲れ様でございました。ヘブンリー。
ブンリーやってきたわね。ヘイブンリーが久々に出ましたね。だってさ、もうなんか平和なカードで戦ってたのにさ、急に秩序を乱してくるやつが出てくるんだよね。ヘイブンリーが出ちゃったね。いや、ダメだあいつは本当に。残念でした。いや、もうでも最後のな、はいはい、もう真実の戦国もちょっとね、いや、あぶねー。まあまあまあ、ちょっと偏ればな。正直、え、だって顔7回復でしょ、俺7回復か、でゴーレムが99だから6でしょ、6、6で顔、俺の顔に3でしょ、3だね。ってことは全部で、16か、16はたまったね。16あったんでしょ、だからもう16中7顔に来たら終わりだったんでしょ。まあね。え、結構じゃない。いやー、どうにかできたかなあれ。いやー、危なかったと思うわ。だからその前のターンにもう限界まで顔減らして、でも最後神頼みって思ったんだけどね。いやー、うん、危なかった。まあソニア自体は別に良かった。ソニア出されるのはあそこでドヤ顔でさ、ヘブンリーとか言っといてさ、うん、あそこで負けたらもう目も当てらんなかったよ。まあ、まあまあまあ、でもソニアがいなければ狂信者も顔に行けたから、うん、まあそれでもね、まあちょっと足りなかったけどね。まあちょっと最後運が悪かったですね。いやでも結構構築済みで対決とはいえね、はい、熱くなりました ね、 熱くなったね。びっくりしちゃった、うん、あんな場になるんだね。うん、びっくりした、うん、俺も。てか、なんかソニアが場が強くてあれと、あ無理だもん、ね、俺どうすればいいか分かんない。悪劇とかさ悪劇とかあっても打てないからね。これ多分レジェンドだったんじゃないかな。ねえ、ソニアね、うん、楽園の青春なんだ。楽園の青春はまあよく分かんないです、ね、デッキに送ってくれたかな、デッキなんかゴミを、まあ、もしかしたらまあ活躍することもあったかもね。まあ場に並ぶからね、横にね。ああまあね、うん、まあそれでヘクターなんてやったら強いかもしれないですね。まあまあ確かに、うん、まあ上手い具合になんか機械が並んでよかったです。そうね、うん、うまくリボリウムと絡んでましたね、実はね。そう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 、いやーやられたわ。はい、まあ俺の回避はもう出る気がしませんでしたよ。いやまあでもちょっと俺気にしてたからね、毎ターン見に行ってはいたから、ね、あと5と8かみたいな。そう、8が7か、うん、そう7だ ね、7は君がモーラ消しちゃったから。そう、うん、いやあれね、マジあれね、もうマジって感じ。あれはそうね、5コス使っても消す価値はあった、ね、いやもう本当に、うん、あと5がゴーレムの暴走3枚しか入ってないから使いたくもねえし、なるほどね、3枚引かなきゃいけねえしっていうところで、まあ大変だったね。なかなか辛い感じで、はい、まあ、カイベが出さねえんだろうな。モニカアホみたいに進化させて勝つんだろうな、これで。まあな、はい、まあ、ということでね、こんな感じの戦いになりますんで、はい、ぜひ構築済みデッキ対決やってみてください。はい、はい、といったところで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。